東京都立国立高等学校は東京都国立市東4丁目に所在する都立高等学校略称国高1940年に旧正中学校の東京府立第19中学校として開校した日中戦争による資材不足からの校舎竣工が大幅に遅れ立川高校の前身にあたる東京府立第2中学校や 山水中学校の校舎を借用して授業が行われていたこともあった。学校群制度時代には、従来学区トップ校であった立川高校と72、軍を組んだことも一員となり、1980年代中頃までは、東大合格者数を30人前後数えていた。青山高校、富士高校と同様に、学校群制度によって、進学実績を伸ばした学校の一つである。 2003年には進学指導重点校に指定された。学校群制度以前の校則は他の都立高校とほぼ同様に制服制貌が決まっていた。クラス編成も1年から2年に上がるときにクラス替えがありに3年と同一クラスだった。現在、校則はほとんどなく自由な校風で、クラス編成は3年間クラス替えのない持ち上がり制クラスとなっている。 学期は二学期制となっている。2004年度より、事項作成問題を三教科で実施している。国語の問題は、他校と比べて、記述問題が多く、選択肢で答える問題が少ない。なお、石原慎太郎と知事辞任直後の2013年、国分自項購入試での一部問題流用を理由として、東京都教育委員会が2014年度から、グループ分けに基づく、 グループ作成問題に変更した。ただし、進学指導重点校などでは一部事項作成問題に差し替えて出題している。2018年度入試からは、また三教科で事項作成問題を採用している。ほぼ全員が部活動に加入しており、分部領土を前提とした進学指導の充実が行われている。土日を含め毎日自習室が開放されているほか、 土曜補修や夏季講習が数多く用意されており、多くの生徒が利用している。広大連携の取り組みや大学による出張授業が行われ、進路意識の向上が行われている。希望性のサマーセミナーや全生徒対象の校外模試も学校で受けられる。国立高校配置図入り口の看板立体的な装飾が見られる目印は大学通りにかかる歩道橋。 国立市の文京地区は、北の中央本線と南の南部線に挟まれた地域にある。以前は、旧北多摩郡北部地域からの通学には主に中央本線が使われ、京王電鉄、小田急電鉄沿線地域からの通学には主に南部線がそれぞれ使われてきたが、多摩物レール開通後は、学生撤廃もあり、西武鉄道沿線からの通学者が増えるなど、 数学ルートに一部変化が生じている。部活動が盛んな学校であり、現在23の運動部、19の文化部が活動している。生物部、物理部、科学部、地学部のすべての分野が揃っている。野球部は1980年に都立として初めて夏の甲子園に出場している。また、少林寺憲法部は毎年全国大会出場者を出している。 性寛会経済学術、文化マスメディア芸能スポーツ。ありがとうございます。